日本近畿地方大阪府大阪市住吉区、東住吉区長井長井公園長井スタジアム、大阪市立長井小学校、JR 阪和線長井駅長井は、大阪府大阪市住吉区東部及び同市、東住吉区西部の地名である。本校では、同地域に、かつて所在した、住吉郡、東成郡長井村についても述べる。 現在の住居表示としては、住吉区長井市の4丁目、長井西市の3丁目、長井東市の4丁目、及び東住吉区長井公園がある。住吉区側は住宅地となっていて、一戸建て住宅と団地、マンションが混在している。東住吉区側についてはほぼ全域が長井公園の敷地となり、公園内に各種施設が設置されている。 2005年度の国勢調査によると、地域の人口は24,279人となっている。鉄道は JR 阪和線と大阪目との御堂筋線が通り、長い駅が設けられている。阪和線はかつて地平を走っていたため、踏切は開かずの踏切となっていて、交通に支障をきたし、それに伴う交通渋滞などが問題となっていた。 半和線の高架加工事が2006年に完成したことに伴って踏切問題は解消された。道路は南北方向に阿鼻子筋が通り、東西方向には長井公園2が通っている。また、地域の東端には長井公園東筋が通っている。長井公園2、長井公園東筋にはそれぞれ大阪シティバスのバス路線が開設されている。 長井の地名は、地域内にあった、大井小池が、長井池の通称で呼ばれていたことに由来する。なお、大井小池は現存しない。共通語では、長井を、頭高型で発音する傾向があるが、地元では、平板型、または、中高型が正しい発音と認識されている。江戸時代には、摂津国住吉軍寺岡村、堀村、前堀村を形成。 農村地帯として米や麦、素材などの栽培が行われていた。寺岡村と前堀村は相模小田原繁梁、堀村は下佐小賀繁領となっていた。現在の大阪市立長井小学校付近には、堀村の枝里の追い分け茶屋が形成され、住吉方面と境方面の追い分けに三軒の茶店があったことから三軒屋とも呼ばれた。1889年に、 寺岡、堀、全堀の三村は南側に位置する六村と合併し、住吉郡、小佐見村の大技となった。しかし、寺岡、堀、全堀の三大技が、他の六大技及び、村役場からかなり離れていたことから、1894年に小佐見村から三大技が分離して、長井村が発足することとなった。1928年には、 長い公園が計画され、大阪市が公園予定地の買収などを行ったが、第二次世界大戦の激化に伴って、公園整備計画は一時中断され、防空陣地や農場などに転用された。公園は終戦後競馬場、競輪場として一時使用された後、1959年から公園整備が再開された。一帯は第二次世界大戦終戦直後までは、 農村地帯だったが、1950年代初期頃から、宅地開発が進められ、団地や住宅が立ち並ぶ、住宅地へと変化した。現行行政地名は、長い1丁目から長い4丁目。2019年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。現行行政地名は長井西一丁目から、 長井西三丁目。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。現行行政地名は長井東1丁目から長井東4丁目。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。長井村に関するカテゴリー、ありがとうございます。